しては非常に不可思議な空間がございます。この1階部分当時席が400あった映画館、木材がアトランダムに打ち付けてございます。住職のいたお寺全部無事でございます。残念ながらこの2つの建物は平成に入っている大きな台風によりまして倒壊して現在ではこの姿と移り変わっております。そして白い灯台が右手上の方にご覧になりますが、この灯台も当時はなかった灯台でございます。24時間3交代ずっと石炭を採炭する島でございました。この島から明かりが消えることはなかったと言われております。不夜城とまで言われております。この灯台でございますが、人々がこの島を去った後に作られた灯台でございます。そして灯台の後ろには窓のない建物が横に広がっております。この島で最も苦労したのは水が全くなかったということでございます。当初は海水から塩を抜きながら蒸留水をろ過しておりました。そしてその後でございますが、船で運んだ地帯が25年間続いております。念願の水道が入ったのは1957年昭和32年になりますが、当時としては日本で初めて、そして世界初の海底水道が設置されております。その海底水道のお水を食べたタンク、灯台の後ろ貯水タンクになります。